こんにちは、小原です。今週のウィークリーレッスンでは、左足下がりの傾斜地でのポイントを説明させていただきたいと思います。この傾斜地の中でも一番難しいのが左足下がりですね。この左足下がりの傾斜を克服するために、今回私の方から3つのポイントをアドバイスさせていただきますので、今後コースに行ったとき、左足下がりのラインにボールが止まったときはですね、ぜひ思い出していただいて、そしてスコアアップに役立てていただきたいと思います。まず1つ目のポイントはアドレスです。2つ目のポイントはスイング中のポイントです。3つ目のポイントはボールの飛び方に関する注意点です。まず1つ目のアドレスからいきたいと思います。ちょっと見ていただきたいんですが、左足が下がっていますね。この時アドレスのポイントとして、左足に重心をかけて構えることがポイントです。この時ですね、左足に重心をかけるのですが、背骨が地面に対して垂直となるように、左肩を下げるようなイメージで構えるというのも非常に重要なポイントです。左足に重心がかかっていても、このようにですね、体をくの字に持ってしまって構えてしまいますと、非常にダフりやすくなってしまうわけですね。このダフりのミスが左足下がりにはつきものなんですけども、これを防ぐためにはアドレス時の重心のかけ方、そして背骨の傾き方というのが非常に重要になってきます。アドレスでは左足重心、そして背骨を地面に垂直にするようなイメージで構えるということです。2つ目のスイング中のポイントですけども、スイング中のポイントはアドレスで左足重心で構えています。ですから、スイング中、常に左足重心をキープして打っていくということがとても大事です。せっかく左足体重にしていても、右に体重移動、そして右に体重をかけたまま、ヒットしてしまったりしますと、大きなミスヒットを起こしてしまう原因になります。ですから、アドレスで作った左足重心をキープして打つということが2つ目のポイントです。3つ目のポイントですね。3つ目のポイントはボールの飛び方なんですが、ボールがですね、左足下がりの場合は、まず低く飛び出すという注意点があります。当然、アドレスしたとき、平らなライドはこのような角度になっているわけですが、左足下がりになりますから、たとえピッチングウェッジで打ったとしても、それは9番アイアン、あるいは8番アイアンのロフトになって、低く飛んでいきます。ですから、手前から転がっていくようなイメージを持つことが大事です。そして、もう一つはですね、左足下がりのライというのは、ボールが左に飛び出しやすくなります。なぜかというと、アウトサイドインのスイングになってしまいがちなんですね。なぜアウトサイドインのスイングになりやすいかといいますと、左足重心で常にスイングしている形になりますので、どうしても体の回転が不足するために、アウトサイドインになってしまいがちなんですね。ですから、ボールを左に引っ張ってしまうケースが多くありますので、左側にハザードがあるときは、ちょっと要注意ですね。その点も考慮して、体の向きを上手にアドレスしていただくと良いかなと思います。それでは3つのポイントを意識して、今から打ってみたいと思います。まずアドレスですね。左足に重心をかけて、背骨がこのようにくの字にならないように、地面に対して背骨が垂直になるようなイメージです。このような形ですね。そうしましたら、左足体重のまま、打っていきます。スイングも割とコンパクトに打っていくことをお勧めします。大きくフルスイングではなかなか傾斜地では打てませんよね。それではもう一度。左足体重、そして背骨の向き、左足体重を意識して、最後まで打ちに行きます。このような形ですね。ぜひこの3つのポイントを頭に入れていただいて、